こんにちは、まさ46494です。今回は、パズドラの桐姫コラボ。今、経験値3倍来てるんだけど、まあ普通に、これの地獄級をやっていきたいと思います。なんだっけ、ティンニンの情報修正出してるね。まあそもそもティンに持ってないんだけど、すごい欲しいっていうね。まあ周回編成でやっていきたいと思います。特に何かが欲しいとかそういうのではないっていうね。まあ、まあ焼き消しでサクサク進むけど、特に高かったね。問題はないと思うんだけど、おそらくね。なんでさっきの肌、硬かったんだろう。多分、一気に行けると思うんだけどね。めっちゃ落ち込んできた。10回長いな。多分こう中ボスっぽいから、まあ雪で1個、あ、落ちた。雪で1個あれば多分いいんじゃないかな。今日落ち込んすごいな。落ち込ん今日すごいな。何なんだろう。なんかあった。音が消えた。今日なんかあった。音が消えた。からのスクショ。火の枯渇もないしな。火で使用するあれもないっていうね。ここは硬そう。まあ全然だね。その3ターン待ってるの。まあ、少な。びっくりした。ワンパンかな。はい、ということで、ケリヒネコラボの地獄記でした。まあ、経験値3倍って言っても、しか3万5000ぐらいしかもらえないんだよね。うん、このもんだね。ちなみに、なんだっけ。ブルーブレス。マグマブレス。あ、ブレス系か。まあ、全然意識しないんだけど、今の9万3000点とか。15万点とかかな。はい、ということで、ケリヒメコラボの地獄級でした。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。じゃあね。